はい、こんにちは。今日は学習効果を高める話をしていきます。難問にぶち当たった時にどんな風な学習をしていくとその難問をクリアしていけるのかというお話です。皆さんどうでしょう。学生生活の時とかあるいは会社での仕事なんかで難題なものとかあるいはちょっとレベルの高い仕事なんかにぶち当たったりした時に親とか先生とかあるいは先輩上司にどうやったらこの問題ってクリアできますかねとかあるいはどうやったらこの仕事うまくいけますかねっていうようなことをいろいろと質問されたことってあると思うんですよ。お父さんとかお母さんとか先生とか先輩上司っていうのがすごく丁寧にああすればいいよこうすればいいよっていうふうに教えてくれてその場で理解することっていうのは結構たやすくできると思うんですよ。ところが日が経ってもう一回同じ課題とか同じ仕事にぶち当たった時に繰り返しそれが解けるかっていうとなかなか解けないでもう一回聞くっていう、まあ大体人っていうのは2回3回同じことを繰り返すとできるようになっていくっていう傾向はあるんですけど、その2回とか3回っていうのを省略してできれば1回で済ませたいっていうのがまあ本音だところが結構多いんじゃないかなというふうに思います。でそんな中で仕事とか勉強とかスポーツで同じミスを繰り返していってしまうと人間どういうスパイラルに陥ってしまうかというと苦手だなとかこれやるの嫌だなとかやりたくないなと自分に負の言葉を投げかけてしまってで負のスパイラルに陥ってそれができないまま解けないまま苦手なままになっていってしまうという傾向になりがちです。ですからどうすればこの課題っていうのを乗り越えることができるのかっていうことを考えた時に要はパフォーマンスを上げて問題を解く力を身につけていくためには人に教わるのではなくて自分が誰かに教えるという意識スタンスで学んでいくと1回で解けるようになるということなんですね。要は誰かから仮に学んだとしてもこの学んだことを今度は自分が誰に伝えようと後輩それとも子供それとも部下それとも同僚っていう風にいろいろ考えていくことによってこれは受動的に学ぶのではなくて能動的に学んでおかないといけないなっていうプラスの意識っていうのが働くようになります。ですからそれまで自分さえ良ければいい問題が解ければいいというスタンスだったものっていうのが人に教えるためにまずは理解をしなくちゃいけない。だから理解力をアップさせてそれを繰り返しやっていく上でのミスも減っていってそしてこれをどうやったらさらに自分以外に分かりやすく教えていくために伝えたらいいかという思考が深まっていくということになります。思考が深まっていくとやっぱりいろんな視点同じ問題を解くにしても A という視点や B という視点や C という視点であらゆる視点が身についていってで人に教えるときには A さんにはこう教えたらいいな B さんにはこう教えたらいいなっていう自分なりの解答えっていうのが見つかっていきますんでもう二度と誰かに学ばなくてもこうやって解いたらいいああやって解いたらいいっていうのが自分の血肉になっていくということです。ですんで皆さんが何かこれから学習をしていきたいな資格の勉強を取りたいとか仕事でこういうことを成功させたいとか、この大学とかこの高校に受かりたいからこういう勉強していこうっていうふうに何かを身につけていきたい学習していきたいというふうに考えている時っていうのはその問題が解ければいいというスタンスではなくてこれを誰かに教えるというそれができれば、弟とか会社の後輩部下とかっていうふうに誰に教えるのかそしてその人に伝えるためにはどうやったら自分が勉強しておくと伝えやすいのかっていう理解力を深めていくっていうことに着眼点を置いて学習をしていくとかなりレベルアップして皆さん自身の学習の効果性っていうのが高まっていくという話です。ということで皆さん自身が今勉強したいなとか勉強あるいはしているということは一体何でしょうか。それをさらに理解力を深めていくためにどうしたらいいか人に教えるということをぜひ意識していただけたらなというふうに思います。今日はちょっとシンプルにお話をさせていただきました。ぜひ学習効果を高めてね、同じことを何回も何回も繰り返して時間の無駄もったいないですからそういうところを省いて一発で、自分の血肉にできるようにぜひ学習効果を高めて、いただけたらなというふうに思います。ということで本日の動画以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとかあるいは伸ばしていくそんなですねコーチングもやっています。興味のある方セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。